じゃあ今日は3本目ですけども陰謀論についてね、えー、この辺でもう一回まとめたいと思いますけどもその陰謀論に走る人って基本的にちょっとこうねあの考えが足りないと言いますかあの陰謀論に飛びつくくと考えなくていいんですよね誰か巨大な権力を持った人が世の中を動かしているに違いないって考えたら自分の努力とかそれから民主主義や社会主義が作り上げたものを全部ぶち壊してそいつがいるからもう変えようがないっていうねそういうふうな思考に結びちゅうちんで。 これ楽ではあるんですよね。でも、実際に陰謀論に触れない人ってどういう人かっていうとまあ、自分のね。あのビジネスとか暮らしとか、あの精神とかを作り上げた人っていうのはあ、陰謀論の及ぶ割合っていうのはすごく少ないなってわかるわけなんですよ。まあ仮にどっかで絶大な権力を持った人が何か世界を動かしたにしても、自分などにそれが及ぶわけがないっていうね。ロジックにこれ結びつくんですよね。うん、さすがにね。うん。この。 世界を動かすね、権力者なんかロスチャイルとかねなんか分かんないですよディープステイとかさすがに75億人全部を動かすのは結構大変ですよで75億人を動かそうと思ったらそれなりの組織やシステムが必要なんですけどもじゃあそれを構築するのにどのぐらいかかるんだと時間がねやってらないと思いますよそんな暇じゃないんでねそれこそ世界を動かさなくても十分思い通りに生きることはねできますんでねうんだからね あのまあなんですかあのロシア・ウクライナ戦争も誰かによってなんか操作されているとかね、うん、実はメディアは操られているんだとか言ってね、まあ、操られていない部分がないとは言いませんけども一番操られているのは株式の,その株主によってでしょうね株主によって操られていて、まあ、マスコミをはじめとする会社っていうのは。 その社の移行以外のことをしなくてはならないっていう必要性にも迫られるでしょうし取引先とか取引銀行などに、まあ、出資とか取引をね引き下げられないようにいろいろと苦渋の決断をすることもあるでしょう。まあ、それが一番大きなものであってなんかよく分かんないね表に出てこないのは権力者がそれこそあれですよ影の組織とかね、うん、なんかあれフリーメイソンとか、うん、ああいうのがねなんかこう 強権的にやらせるとどういうことが起きるかっていうと下手したら株価が落ちて倒産するわけなんですよでもまあ倒産しないですよねなかなかねその権力者に逆らったからといって、うん、株式市場が守ってくれば全然いいんでそれから視聴者さんが何を選ぶかですからねであとなんかこのメディアが報じないとかねあとテレビではこう言ってるああ言ってるって言いますけどもそういう人も全部を見てるわけじゃないんですよね本当一部ののニュースの 24時間放送してるたった30分とか1時間を見て「うわテレビやっぱりこんなこと言ってんだ」みたいなねすごく発想に陥りやすいんで、うん、そもそもそのテレビなんて見るなとかねテレビ嘘ばっかりだって言ってるやつはテレビをよく見てるんですよ、うん、だからね嘘だ本当だ分かるわけなんで,で最初からこの情報をねあの受け取って流れてくる情報を受け取ってるのかそれともあの、もう確固たるねあの、ソースに自分がもうリーチしてるのかですよね。うん とはそうです、ね、まあ陰謀論がないとは言いませんけども陰謀論はあくまでも陰謀論なんで陰謀論ですからねああだこうだ言ってるだけ思ってるだけそれは自由なんですよそれが活字になって今あの気軽にインターネット上で読めるでしょでも100年前にね手書きの文章が送られてきたその怪文章とか言って握りつぶされて終わりなんですよ、うん、だからなんか活字になると信じちゃうとかねブログに書いてると本当っぽいとかね 写真があるとかこう単純な思考回路に落ちちゃうんですけどもあの情報をある程度取っていくとそのロジックからあの矛盾点とか整合性のあるものっていうのがあぶり出されてきてあじゃあこのルートが一番あ妥当だよねっていうふうになるんですけどもまま情報の量が少ないですよね、ま、ずは、うん、それからあの嘘か本とか見分けることっていうのは難しいと言われてますけどもそんなことが見抜けないんだったらあ例えばね今月の生活員もね困ってるはずなんですよ。 だからそうもっともっと足元を見ていって自分が暮らしを解決できてるのかなとかね人間関係のトラブルを抱えているのかどうかなってところを見るとそんなね世界の、ね、闇勢力ととかかかにっていいる暇がないと思うんですよね大体 <laughs> いいこの陰謀論とか世界の支配体制に詳しい人って自分の身の回りのことに詳しくないんですよ。<laughs> だから自分のお財布の中にいくら入ってますかっていうと,とこだね <laughs> あと何ですかね家族とうまくいってないとかね その辺からなんとかしろよっお前の家族の環境を壊すためにディープステート動いてねえよみたいな感じですよねうんだからまあ陰謀論はあくまでも陰謀論ですよね陰謀は怖いですよ陰謀はね <laughs> でも陰謀って言うと妙な感覚覚えますけども陰謀も計画の一部なんで単なる計画を自分にそぐわないものであるかのようにちょっと色をつけようとすると計画を陰謀って言い換えることができますけどもねくわだてとかね 企業活動なんていわゆる企てのなりわいですからねどういうふうにやってライバルを蹴落とそうかとかねどうやってマーケットでシェアを取ろうかみんなこれ企てですからそれを戦略とか戦術とかね言い換えることができたりとか販売計画とかね <laughs> そういうふうに言うわけなんですよだからまあイメージですよねきっとだからあの思考が貧困だとその漢字とかそれから イメージの通りにとってしまうんですけどもちょっと待てよとこれを別の概念で言い換えたらどうなるかなっていう風うに考えるとまあ、両側から見ていけるのかなと、うん、まあ、あとはねなんかこう妙な陰謀があるかもしれないけどもその陰謀に左右されるうちはまだまだってことなんですよ、うん、自分の行動っていうのは自分が一番影響力持ってますからねで世界の果てのねそんな陰で隠れてこそこそ陰謀論やってるようなね、ロックフェラーかなんかに なんか影響される必要はないですよね、やっぱり、うん、まあそういうところで陰謀論楽しいんですけどね楽しいんですけども,、ねんけどもうん、なんか目がいくほどに浸水するもんじゃないかなとまあ、そう言ってる私がね宇宙人はすでに地球に住んでいるって、ね、思ってるところが最も困ったところなんですけどねじゃあ行ってらっしゃい。